未知の扉を開く、ナンバー、愛の躍進と社会的影響、下町の奇跡、NK の再生の物語。こんにちは、ファッションとエンターテインメントの興奮が交錯する世界へようこそ。今回は、HIGHSNOBIETY Japan Inc.12 が誇る、平野信用、神宮寺勇太、岸優太からなるユニークなトリオ、ナンバー、愛に焦点を当て、彼らが切り開く未知の扉について探ります。ナンバー、 アイが h i g h s n o b i e t y j a p a n に週12の表紙を飾ったのは、彼らのデビューシングル、GOAT が1月1日に発売されてからわずかな月日。歌とダンスの融合により、圧倒的なパフォーマンスを見せ、MV 再生数はなんと3500万回を超え、オリコン週間デジタルシングルランキングでは2週連続で第日ぐらいに輝きました。これは単なる成功にとどまらず、平野紫洋。 神宮寺優太、岸優太の3人がそれぞれの個性を発揮し、世界への第一歩を踏み出した瞬間でした。HIGHSNOBIETY Japan は3月にナンバー、i の初のライブパフォーマンスを控えており、これを機に彼らの多様性と進化に焦点を当てます。表紙と中面16ページにわたる特集では、ファッションページとインタビューを通じてナンバー、i の世界観を深掘りします。 彼らの音楽とスタイルだけでなく、彼らがどのように社会的な影響を与え、ファンとコミュニティにどのように寄り添っているのか、その一端に迫ります。ナンバー、愛のエネルギーに触発されて、我々は足立区に本社と工場を構え、ハンドバッグの製造を行う株式会社 NK、NK にスポットを当てます。 彼らは2023年に国内3 1社目として B コープ燃焼企業に認定され、川中産業のジレンマに立ち向かいながら、日本のものづくりにサイドコーを当てる挑戦に成功しました。この成功は、単なるビジネスの話ではなく、地域社会との結びつきや環境への配慮が見事に融合した成果です。特集では、リック・オーエンスが日本を訪れ、 彼の宇宙的な視点で日本の文化やファッションに光を当てるダイアリーもお楽しみに、彼の独自の見解から見る日本の美しさにはきっと新しい発見があるでしょう。また、興味深いトピックとして、イーロン・マスク、スティーブ・ジョブズらビジネス界のキングたちがランウェイを席巻する未来の可能性に迫ります。テクノロジーとファッションの融合が新たな時代を切り開く日差しです。そして、 コラムではニューヨークのダイヤモンドディストリクトに焦点を当て、その歴史や魅力に迫ります。ダイヤモンドの輝きだけでなく、街そのものの息吹を感じてみてください。おしゃれな日々を過ごす上での考え事として、同じ服を何度も着ることに対する考察も行います。ファッションと個性の絶妙なバランスについて、新しい視点で考えてみませんか最後に、個性的なラッパー A、AP ロッキーへの独占インタビューもお楽しみに。 彼の視点から見る音楽とファッションの交差点に迫ります。HIGHSNOBIETY Japan に収集員がお送りする新しい未来の扉を開く特集。ナンバー、愛の旅立ちやファッション、テクノロジー、コミュニテ。